自分ではですね、本当に、幸せな14年間だったなって思ってまして、とてもやりきったっていう感じがあるんですけども、ここ数日たくさんのご連絡、あとは、少しご挨拶させていただきまして、とても反響を、感じると少しやっぱ寂しい気持ちにはなってます、はい、やはりもう少しできるんではないかとか、寂しいとか本当にたくさんの、言葉をいただきまして、まあでも最後お疲れ様と言っていただけるんですけども、はい、そうですね、一生懸命、必死になって、一日でも早く、チームの勝利に貢献できるように、やってきたんですけども、どうしても頭と心と、すごくそういうところは強い気持ちを持ってたんですけども、やっぱり体が少し限界かなと、はい、今まですごくこの体は小さいですけども頑張ってくれたんですけども、もうそろそろ、まあ、許してあげようかなじゃないんですけども、はい、お疲れ様と言おうかなと思いました、はい、まあ、年齢的にもチームの立場としても、本当に1年間レギュラーとしてできなかったら辞めるという強い気持ちを持って、1年1年やってきましたんで、自分のそういう、決意ですか、してるにもかかわらずこういう、状況になってしまったので、しっかり、見極めたというか、はい、決断をしたという、そうですね、今年は必ず優勝するという強い気持ちで、スタートしまして、まあ、チームに迷惑をかけまして、優勝が難しくなってきた時期からですかね、はい、本当に1年目一日一日考えながらやってきたつもりです、はい、いません、はい、もう自分の頭と心と体と常に、勝負してきたつもりなので、はい、自分で決断させていただきました、はい、やはり家族ですかね、はい、そうですね、やはり両親含め家族は、お疲れ様と、はい、まあ、長い間お疲れ様ということと、あとは、まあ、ありがとうという言葉をいただきましたたくさんあります、はい、まあ、まずプロ野球へ、入れさせて、まあ、入団させていただいたときに、まあ、両親の喜ぶ顔、もうそれが忘れられないですね、まずは、はい、あとは、まあ、やはり怪我ですかね、フェンスへ激突して、まあ、車椅子で自宅に帰ってきたときに、もうそうですね、まあ、怪我したときにもうちょっと、命も考えたこともありましたし、帰ってきたときにもう無理だなと思い、そして周囲からもういいよ、よく頑張ったって言われたときに、いやまだやるっていう、必ず復活すると、そういう強い気持ちを持って、リハビリに励んだ日をちょっと思い出しますね、はい、あとはそうですね、その怪我から復活した時の歓声、はい、ですかね、オリックスファンのその歓声は本当に忘れないですし、あと阪神タイガースさんにも
在籍してましたんで、もうあの甲子園の大歓声、もう本当に忘れられません。はい、まあ、支えてくださった、トレーナーの方々、治療の先生、まあ、家族、ファンの皆様、本当にその人たちに必ず復活して本当に支えてよかったと思わせるという強い気持ちを持って、必ず恩返しするんだという本当その気持ちだけでした。はい、誰にも負けない気持ちですかね。はい、数多くのプロ野球選手がいる中で、まあ、自分みたいな選手を応援してくださる、支えてくださる、もう本当にそういう方々に感謝ですね。はい、本当にありがとうございますと言いたいです。そうですね、本当に14年もできると思ってませんでした。はい、本当に自分の体にも感謝しています。はい、まあ、先ほども言いましたけども、まあ、本当に数多くいるプロ野球選手の中で本当に応援してくださる、自分のために応援してくださる人、支えてくださる人を、まあ、大切に思って、一生懸命やってほしいなと思います。まあ、西野選手とは、まあ、常にもう会ったら会話するようにして、はい、いろいろアドバイスはしてます。いつ辞めるかわからないし、一緒にプレーできるのも、まあ、数少ないんだからということは常に言ってましたけど、そうですね、やはり球界を代表するような、そして同じように小さな体で、まあ、強いものに立ち向かうような方々の、まあ、勇気になるような、生きる活力になるような、そんな、選手になってほしいなと思います。本当に幸せな14年間でした。14年間、本当に5000円、支えてくださりましてありがとうございました。これからは、自分にどう恩返しができるかをゆっくり考えながら、今後もまた全力プレーで、残りの人生頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。